まっちゃんです。なんだ。まあ、ついに我々レバンガ北海道も YouTube を本格的に始めることになりました。チャンネル登録よろしくお願いします。どうです。ん？いや何今の。皆さん YouTube できますちゃんとどうですか。一番危ないのは大地やね。どうかねと。まだね被ってるまだ被ってる。素の大地が出せるか。リニューアル一発目初回サービスということで僕らのバスケットのね秘訣だったりバスケが上手くなっちゃう技などを紹介していきたいなって思うんですけど皆さんなんかある？ない。ない。ない。早いな。ダンダンはダンダンはある。ダンダンあれ。まっちゃんのあれはない。ないっす。違う。プロでやってない。ない。どうなってんだよそれは。じゃあノールックパスとかですか。私なんか見たことない。はい。ディフェンス。ディフェンス系でいいんじゃない？ディフェンスにしますか。なんかポイントみたいな。じゃあディフェンスのポイントでお願いします。普通にレイアップ行っても僕みたいに身長大きい人に思いっきりブロックされると思うんで。タイミングをずらしてレイアップを打つという練習です。やってみましょう。やってみよ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 う。行くよ。普通に普通に行くよ。ダサい。ダサい。ガチ。ガチ。怖い怖い。まあこんな感じなんですよ。これをワンポイントアドバイスでブロックされにくくすると。そうだね。そのためにはやっぱテンポをずらす今 1,2 で行ってたと思うんですけど、はい、それをワンステップに1でレイアップに持っていくと早くちょっと早くちょっとタイミングをずらす、うん、疲れて大丈夫ちょっと疲れちゃったエネルギー使ったじゃあやってみますそれワンステップでこれボツ動画ですか全然いけたわ全然ブロックできたわあやっぱ、まあ、ワンステップでもブロックされる時はあるってことですねってなるとやっぱボールを離すタイミングの速さとかも必要になってくるということでそうもう一回やってみようちょっとずらしてみるおおおできないできないタイミングめちゃくちゃずれてたしすごいあのボールが上に上がってたからそもそも届く気がしなかっただからタイミングをずらすとタイミングをずらす、はい、使えるんじゃないですかねありがとうございますなんだ大きい選手がやっぱ自分の選手に入ればいいコースプレーすると思うんですけどそこで普通にゴール下までドリブルついていくのかまあカットしようやりましたまずやってみないと、そう。いい選手が、そう。スカッチ先生、そう。疲れたとか、そうそう。ゴリ、ゴリ、体が。違う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 。全然違う。全然違う。ちっちゃい選手。ちっちゃい選手。ちっちゃい選手ですね。そもそもさ、はい、こうもらうじゃないですか。でもビッグマンいる、絶対にここに。はいはい、もう一人の。普通にこれで、行って、あまりこうズレがなかったら、やっぱこのちっちゃい選手でも、ある程度やっぱ邪魔できる。絶対に。はいはいそこで今流行りのハーデンのステップをさ取り入れればここにそう絶対にブロックさんにここに入れるやっぱねここでこう中まで押し込んでここの幅が大事絶対にこれ分かる、はいはいはい、ここがさなかったらさもうさ絶対ブロックされるでしょ要はここぐらいまで絶対ブロックされるちょっとやってみてくださいどういうことどういうことこれギリギリ見えるから、ねはい、ルール上のギリギリでこうこうかましてここでやるやんトラベやんってそれいや、ギリギリでしょこれ多分審判見てる絶対、はい、見てる見てる3人いるから見てる見てるそうだけど俺はトラベしてませんよこれいやいやいや歩いてるやんそうこれが決まってくれば絶対に守れないあー守れないでしょ守れはしないでしょ使えるか全カット全カット全カットダメです今の技はなしですじゃあダシさんは何も使えるスキルがないということでまあそうやねまあまっちゃんといえばディフェンスですからねディフェンスは何を教えてくれるのワンワンってもうどこでも使えるどこでも使えるこれ大事幅広い年代で使えるなるほどそうですどのシチュエーションでもそうです
これマスターしとくとね、絶対に試合出れますからね。君もスターだ。何？気持ちが大事だ。絶対気持ちです。気持ちなら勝てます。ちょっともう一回言ってもらっていい？ちょっと一回カメラに向かって。ゲースは気持ち。オッケー。ゲースは気持ちらしいです。気持ちが大事。気持ち、そう、気持ち、まあ大事やな。大事、小中高大プロになってもやっぱこのゲースは気持ちで守るって言われることなんで、皆さんもぜひ意識してやってみてほしいなと思います。ということで、皆さん今後どんなことをやっていきたいですかね。大食い対決とか。激辛、激辛、激辛、激辛ね。これはね、まあ、今流行ってるカード、レアカードが当たるまで帰れない、帰れない、開封動画ね。そう、開封動画。お金はお金はどっから出てくる。大地さんのポケットマネー。大地、大地さんのポケットマネーで。自分はバンディージャンプです。なんて？え？バンジーやろ。バンジーですか。バンディージャンプ。バンディージャンプ。みんなで度胸試し。あー、なるほどね。あとなんかこう他のスポーツやってみたみたいな、バスケット選手。あー、いいっす。言われちゃいましたね、僕が今言おうとして。あ、そうなの。はい、ということで、これからもこういう動画をたくさん上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。